また、えー、とトランプがですねトランプ暗殺未遂事件ということで、えー、とこちらではカリフォルニアでねしかもあの起こったのではいちょっと大騒ぎになっていますでねこれ3回目って言われてるんですけど厳密に言ったら4回目ですからねちなみに、はい、で、えー、とこれが起こったのは昨日なんですけれども えと昨日じゃあ実際何が起こったかっていうとトランプの、えー、とキャンペーンラリーあのイベントがあるじゃないですかそれをコーチェダーっていう場所でやったんですよコーチェダーっていうのはすごい大きな、えー、とイベント会場みたいなとこでそこであの、まあ、派手に、えー、10万人以上の人々がトランプサポートに来てそこで、えー、と銃を持ったた男が逮捕されたんですね幸い打ち合いになったりとかトランプがけがをしたっていうことはないんですけれども。 ええと、まあ、大事ですよね。まあ、ちょっと、ええー、と、今、ここ、ここから、今1000人ぐらい、ちょうどもう、あの、入ってきてくださったので。ええー、と、詳しく話を、今日はちょっとちゃっちゃか内容を話して、いきたいなと思っています。はい、で、今、あの、入ってきた方は、ええー、と、そ、あの、まあ。 サムネを見たらわかると思うんですけども、えー、とトランプの、えー、と暗殺未遂がまた起こりましたカリフォルニアで昨日ねであれ昨日なのに今日なんですかライブはっていう感じなんですけどまあちょっと私も気づかずに寝ていたので、えーとはい、申し訳ありません、はい、でね昨日ですね実はあのこちらっていうのはリバーサイドカウンティーにあるんですけれどもリバーサイドカウンティーのこちらっていう場所で、えー、とこの男が4時59分 土曜日の、ね、4時59分に逮捕をされましたでそれなんでかっていうとあの銃を持っていたからということなんですね。でこのドライバーは、えー、と黒の SUV を運転していて49歳の名前はベン・ミラーっていう人ですね。ラスベガス出身ということですね。でこの人が逮捕された時は、えー、ショットガンとハンドガンと ハイキャパシティマガジンっていうのはあの銃のマガジンあるじゃないですか銃弾をこう銃がこうあったらあのちょっとお見せするとここの部分ですねここの部分これがマガジンっていうんですけどもこれのハイキャパシティっていうのは長いやつですね弾がいっぱい入るやつですね要するにそれを、えー、と持っていたということであの あの逮捕されたんですね。で、あのー、まあトランプが撃たれたわけでもないですし、うーん怪我にも出ていないしって言われたらそれまでなんですけれども、問題は問題はですね、そういうやつがいたっていうことじゃないですか。で覚えてます？前回の暗殺未遂があった時に、その犯人がえっ、ー、と書いた手紙をディパートメントオブジャスティスが 出しましまたよね俺は、えー、とトランプ殺人に失敗をしてしまったと誰でもいいからこいつを殺してくれとそうしたら、えーとまあ、あの成功したら100,000ドル払いますよ。 100,000ドルっていうのは多分今何いくらぐらいだ1500万ぐらいかな日本円で言ったらを払いますよっていうことを言ってたんですねまあどう考えても頭おかしい人だから絶対そんなお金を払われないと思うんですけどもそうでねえー、とミラーはこの犯人は、えー、と逮捕されて、えー、と刑務所に入れられましたでその罪はここなんですよ罪がえー、と弾の入った銃を持っていたっていうこととハイキャパシティ のマガジンを持っていたということで逮捕されたんです。それだけだから、トランプに対して殺意があったとか、暗殺未遂とか、そういうあの罪ではないんですね。で、しかも連邦。 フェデラル、えーとね、なったらえ日本って言ったら法律1個じゃないですかアメリカっていうのは州の法律と国の法律があるんですよ国の法律はキャリーだけなんですよそうなんですよありえないですよねわかる方はわかると思うんですけど所持銃を所持してだけ所持してたっていう罪だけしか問われてないんですよそうでちなみに 5000ドルえっ、ー、とまあ、775万円ぐらいの。えっ、ー、と保釈金を払ってもう保釈されてますからね。この人もう普通に。まあその辺歩いてますからね。はい、っていうお話です。おかしくないですか？これちょっとまず元大統領を暗殺しようとして、ショットガンとハンドガン持ってしかも。 ハイキャパシティの弾がいっぱい入ったマガジンを持っていた人さらにトランプラリーの VIP のパス VIP 用の,あの入場券みたいなものの,あの偽造を持ってたんですよ VIP ってことはトランプの近くに行きたかったわけじゃないですかそれがあってこういう全てが揃っているのにもう関わらず所持して銃を所持していたという罪だけに問われてもう保釈されてるんですよね。はいで リバーサイドの、えー、と保安官のビアンコ曰くトランプこの男性は多分トランプを殺そうとしてたと言ってるんですねでまあフェイク VIP とあ,のあとプレスパスってあのメディアとかがスタンバるところに通れるえー、とため通るためのカードの偽造も持ってたんですよ。えそんなんな両方持持っってて、銃持って銃きたら、 かん,なんかバカじゃなかったら分かるじゃないですかもうトランプを誰かが殺したいのは明らかでねさらにこいつはトランプのキャンペーンの場所に行ってフェイクの,あの偽造の BIP パスとメディアパスを持って銃を持ってきたんですよありえないですよねだから保安官はあの、まあ、我々はあのきちんと,、えー、と警備をしていたから3度目に ね、3度目の暗殺になりえるあの事件だったんだけどそうなる前にこいつを確保できたということなんですね。って言ってますね。考えられないですよね。まああのえー、そうですねもう大統領選挙まであと1か月もないんですけれどもこれからどうなるんだろうかと。でこれ3回目。 3回目だって言った方が多分伝わるのかなと思うんですけれども実は4回目っていうのは3回目は、えー、とトランプラリーであのケミカルみたいなのが巻かれてあっていうか厳密に言ったら5回目です、ね、2回目の暗殺未遂があった後に、えー、とに爆弾も見つかってますしトランプのキャンペーンでもう1箇所ではケミカルが巻かれてトランプラリーに来ていた人たちがあの。 目がが見えなくなくるっっていう事件があったんですねだからそういうのとかも数えたら1234でこれが5回目になるんですよ。そうケミカルもあったし爆弾もあの爆弾があるって言ってこうわーって大騒ぎにもなってたんでね爆弾が実際その場で見つかったかどうかっていうのはちょっと分かんないんですけれども爆弾があるみたいな感じでうわーっと大騒ぎになっているんで、うん、そうだからまあ誰かがやっぱりこのねトランプを殺したいというのは事実だと思うんです。でこれが 逆ででも私は嫌なんすすよわかります別に私はトランプが大統領になってほしいからトランプが殺されるなんてそんなの困るって言って騒いでるんじゃなくてそうじゃなくってもしこれがカマラ・ハリスでも私は嫌なんですカマラ・ハリスが政治,政治のその何て言うの政治の自分の信念がこの人と違うからあの人と違うからっていうことだけで誰かが殺されるっていうのはおかしいじゃないですか。 トランプが殺されて欲しくないし、私はバイデンが殺されるのも嫌だし、カマラハリスが殺されるのも違うと思うんですよ。殺すのは違うじゃないですかね。だからやっぱりこの明らかにトランプは狙われているで、その何毎回黒の suv なんでみんな黒の suv 乗ってるんですかね？で、この人が持ってた id が全部フェイクだったっていう噂も今あってちょっと待ってくださいね。今タイムリーで見るんでえっ、ー、とね。 でこの人今になって自分はトランプサポーターだっ,だって言ってるらしいです。そりゃさ人間嘘をつきますよね。あの逮捕されて焦れるじゃないですか。え殺すつもりないよ僕はもともとトランプサポーターだからって言ったらえそれを信じるんですかっていう話ですよね。うん、信じないでですよね普通でしかも この人曰くこの人は銃を撃ったこともなければ銃の使い方もわからないって言ってるんですってでも自分が殺されるって誰かに言われて以来自分を守るために銃を持っているんだと自分守るためにさショットガンとハンドガンとさハイキャパシティのマガジン持ちますか 持たないですよねこの私が持ってるこれはすごいちっちゃいんですけどこの私の手のひらサイズなんですけれどもそれでも重いんですよ銃っていうのは重たいんですこうショットガン持って出かけないじゃないですかいやもう頭ちょっとおかしいのかもしれないですけどこの人ショットガン持って出かけないですよねお出かけお出かけしないですよね私でもしないですもん私はショットガン持って外行けますよ法的に合法にね 大丈夫なんですけど、それでもショットガンを持って出かけたいとは思わないですよね。私ははい、ターミネーターじゃないとか言って。そうでで、しかも。さらにこのミラーっていう。この犯人は僕はえっ、ー、とメディアのにのメンバーとして30年ぐらい。もう立ってると高校卒業して以来で、えっ、ー、といろんな有名人と仕事をしてきたみたいなことを言ってるらしいんですよ。あのね、ちょっと,ちょっとこれ。私の感なんですけども、ちょっと精神病を伴ってる人ってこういうことすごい言うんですよ。 あの私が今まであの精神科医の方とかもしここにいらっしゃったらナースの方でも精神科医で働いてる方とか精神科医の,その病棟で働いてる方とか分かると思うんですけどこれ日本人の場合分かんないですよでもアメリカの場合は精神状態おかしい人もう本当にあのな何て言うのスキツフレニアとかの人とかっててか精神状態がおかしくなるとまず誰かに追われてる気がしちゃうんですよね誰かに自分は狙われてると思い始めるんですよまあ妄想ですよね確かに。自分が誰か狙われててるって思 思い始めてでそこからまた話が変わっていって自分は FBI エージェントだとか自分はガバメントで働その政府の人間なんだっていうよく分かんないステートメントをし始めるんですよねだからこの人のこの自分はメディアで働いててすごいたくさんのセレブと仕事をしてきたみたいなことを言ってるのとかもこの人もしかしたらちょっと頭が、えー、とおかしいのかなと頭がおかしいって言い方したらちょっと悪いんですけど精神的に何か病気がある人なのかなとまあどちらにしてもそういう人が 銃を持っていいる時点ででかななりやばいの,であのよ,よろしくないお話ではあるんですけれどもでも精神状態がおかしいからって CIA に雇われてないっていう保証はないですからね CIA 例えば2人目の人とか明らかにおかしいじゃないですか。 人人目ののの暗殺犯、トランプのね、ととかははは多分雇われれてたんんだろうなと私は思うな私私思でですすよ。よ。こ個意見 CIA に雇われた人なんじゃないかなと思ってるんですけれどもで CIA っていうのは人を見分けるプロだから人を見分けてリクルートして育てるプロなんですよ暗殺犯とかをねだからまあスパイとかそういう人たちをだから彼らっていうのはそのもしこいつが失敗して捕まった時に自分たちとの,の CIA との関係をこう頑張れないようにっていう風に考えるのもプロなんですよ。 わけじゃないですかやっぱりだからこういう人をっていうのは逆に、えー、とコントロールしやすいし扱い,やす扱いやすいしちょっとバカちょっとあの間違っちゃったりしてもいや「こいつ頭おかしいからね」で終わるしかもこの人が「じゃあ CIA に僕は雇われたんだ」って言ってもそれもちょっと頭のなんかおかしい人が言ってるって言,言えちゃうじゃないですか。っていう部分もあるから私は逆にこのこれを見た時に「えこの人 またそういういい系なななんじゃないかっってちょっと私の予想関念勘ですけど思いましたね私はこれを見た時に、うん、でもそう今はなんかそのこの人はいや自分は超トランプサポーター元もともと民主党だけど今は共和党派で、えー、とめちゃくちゃトランプサポーターでこいつはすごいやつだみたいなことを言ってるって言うんだけどまあどういうことなんですかねあんまりまだ情報が少ないんですよ。で持っていた、えー、と身,も身分証明書とかは大体あのフェイクだったと <laughs> いうことなんですね。で自分はサブリーシリーズンっていうことを言ってる って言うんですけれどもアメリカに住んでる人はサーヴェリン・シリゼンって聞いたことあるかちょっと分からないんですけども私は自分が警察官になるまでこの言葉は知らなかったんですよ。あのリーシリーズンってあの要するにアメリカ国籍の人なんだけどアメリカ国民じゃないって自分を自分を。 はアメリカ国民としての権利とかアメリカ国民としての,その国が勝手に作った法律に従わなくてもいいなぜなら何て言うのかなそれは国が勝手に作ったもので自分はそこに値しない自分は別のグループの人だからみたいな感じですごい何て言うのかなそういうちょっとょ結構かすごい強い考え方の人がいるんですねアメリカにはそういうグループの人がいるんです結構田舎の方とか行ったらもっといるんですけどサーバイーシリーズンっていうのは私たち警察官からしたらすっごい危険な相手で例えば私が えとパトカー乗っててピーって止めてサービスシリーズとかだったらまず窓とかも開けてくれないし免許証とかも出してくれないんですよ。で大体みんな銃とか持ってるしあの車のライセンスプレートとかも払ってないしもしくはプレートが付いてなかったりとか、あのー、そう超個人主義みたいなそうそうそうそんな感じなんかそのだから要するに車に乗るイコールレジストを払わなきゃいけない車を登録しなきゃいけないでもそれっていうのは勝手に国が決めたことで勝手に、えー、と政府が決めたことだからなんでそれをしなきゃいけないの自分はここで生まれたその 書類上では連邦とかその政府の書類上ではアメリカ人になってるんだけど、自分は自分をアメリカ人と思っていません。だからアメリカの法律には自分は従わなくていいんです。誰が俺がそれに従わなきゃいけないって決めたのみたいな感じの人たちなんですよ。だから銃を持ち歩いてるし、その税金は納めないし、えっ、ー、と車の登録とかもやらないし、保険ももちろん持ってないし、警察官に止められたらえっ、ー、と警察っていうのは悪い人たちなんですよ。全員その人たちの頭ではね、なんでかって言ったらサブインシリーズにとって警察 警察官っていいうのはあのは政府の手下みたいなあの全然その関係ないあのく本来国民が、えー、と守らなくていい法律を無理やり押し付けてるのが警察官なんですよ彼らの頭の中ではねだから私たちっていうのはすごい邪魔者で恐ろしい相手敵対心持ってるんですよだから私たちが止めたりするといきなりあの銃向けてバババババとかやってきたりするんですよそれがサブーリーシリーズンなんですけども彼はサブーリーシリーズンなんじゃないかっていうふうに、えー、と言われています。 そうだからまあ実際にどういった人なのか、えー、とそこまでの情報はまだ昨日なんですけど出てなくってそれもなんかちょっと変だなって思うんですよね。うん、だって覚えてます ?1 回目の射殺された子トランプの暗殺事件で射殺された子っていうのは殺害されてすぐに ID も何も持ってなかったにもかかわらず出てきましたよね情報が。でその出てきた情報が何で出てきたかっていうと。 免許証も持ってなかったんだけどあのおころの,あのお枠を打つ時に DNA を政府が搾取してたからその DNA と彼の DNA をその死体の遺体のね DNA をマッチさせて身元が分かったっていうふうに言ったんですよね。ででもさそそんんんんななななのすぐできるるわけないじゃん DNA を調べるなんてそんな 目ののの前ででじゃあこここ誰か人人が倒れてますはいこの人の d、NA、えだってそれを誰かが搾取してそれをきちんと蓋をしてそれをラボに持ってってそれを調べてそのデータからアメリカ全国の DNA とマッチングさせていくわけじゃないですかそれで調べるんですよね。 そんなのすぐに出てくるはずがないのにもかかわらず出てきてるんですよ。うん、まあきっと彼も雇われだったからだと思うんですけど。うん、そうそうそう。でまあまあこの3人目のこの人はえっ、ー、ともちろん身元も全部わかってるから別に何がわかんないっていうことはないんですけれどもまあなんかストーリーがこの人のえっ、ー、と言ってることがちょっといまいちなんかうんみたいな感じちょっとなんか政治メンタルがおかしい人なのか。 何なん,な,んなんですかねこの人はっていうちょっともう少し詳しく知りたいなっていう感じですねこの人についてまあそもそも <laughs> トランプ暗殺しようとした可能性のある人を5,000ドルで保釈することがおかしいんですよえそうじゃないですか5,000ドルですよでね こういう風になってしまったのもぶっちゃけて言うとやっぱりバイデン政権になってからなんですよ。バイデン政権になってから犯罪者はものすごい得するようにできてるんです。犯罪者が罪を犯してもその罪が大して重くない。そうでね、あのー、前回の YouTube で私いつやったっけ YouTube 昨日かな昨日だ。 昨日の YouTube で私日本のマスメディアっていうかその記事を,あの記事を読んでねこの内容おかしいということを言って私ちょっとそれが何で間違ってるかっていう説明をしたんですよ昨日なんですけれどもあのー そこで私言い忘れたのがバイデン政権そのね記事ね、えー、と昨日読んだ一つ目の記事会社の名前も全部言ってるんですけどもその記事に書いてあったのはバイデン政権になってから明らかに暴力犯罪が減っているっていうふうに書いてあったんですよトランプが大統領だった時に比べてバイデン政権になってから暴力犯罪がすごく減っています暴力犯罪って多分バイオレントクライムのことだと思うんですけれどもそれなんでだと思いますかもうねこれねあの 要するにね民主党っていうのは自分たちの法案でいろんなことを変えていって犯罪が増えることぐらい予想してんですよだってボーダー開けてテロリストいっぱい入れて犯罪者いっぱい入れて犯罪がめちゃくちゃ増えてるんですね犯罪が増えまくって警察も追いつかないねしかも警察,警察経費削減までし,し,しやがったからもうそれこそ警察も足りない犯罪に警察官がもう追いつかない状態なんですよなんでバイオレントクライムが減ったっていうかっていうとですねここが キーなんですよ多分これは知らないとわかんないんですけれどもバイデン政権っていうのはねじゃあ例えば今までドメスティックバイオレンスあの家庭内暴力とか、えー、と強姦だったりとかレイプとかねそういうものっていうのはバイオレンス,バイオレンスですよねバイオレントクライムって言われてたんですよその暴力的なそので危ない犯罪の種類に入ってたんですよなんですけどもバイデン政権になってからそれはもうバイオレントクライムにはなってないんですだから要するに家庭 そのバイオレントクライムっていうものの definition それの意味が変わっちゃったんですよそうしたらそこに値する犯罪の種類が 減減るるわけででですすすよねえそうしたたら数もじじゃゃなないいかか当り前比べるんであればその大きく見てねあの凶悪犯罪とかって見るんじゃなくってじゃあドメスティック・バイオレンスの率はどうなんのか性犯罪の率はどうなのかで殺人はどうなのかってそういうふうに見ていかないと結局ダメなんですよ。分からないじゃないですか。だってカテゴリーその ね、凶悪犯罪の種類が変わわっっちゃったわけですからそれの意味が変わっってしまったんですからそれでだから罪がどん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 軽くなって DV ね家庭内暴力とか、まあ、レイプとかねそういうことをしても別に大した罪じゃないんですよもうあのあの危険な犯罪としてなされてないですからねだからそしたらすぐ保釈されるんですそういうことなんですよから警察はやってもやってもやりきれないし何でこいつらが保釈されるのか分かんない自分が逮捕してその人のブッキングをして書類 とかやっっててるううちにもう家帰ってんですよ犯罪者は私が帰る前に帰ってんですからねだってバイデン政権がそういう風に変えちゃったからそう,、まあ、そういうことなんですだからあの、まあ、これは昨日ねあの言い逃したことだったんで。 どうやって追加の情報を概要欄に書けばいいのかなって、でもでも概要欄なんて誰も見ないだろうなとか思いながらだったんで、ちょっとついでに今話したんですけれども、はい、でも、とにかくね、そういうふうに、なんでわざわざ混乱させるのって書いてあったんですけど、そういうふうにしたのは、多分まあ、犯罪者からね、いろいろね、あのー、よくしてもらってるんでしょうね。あのやっぱりそういうふうに、犯罪者が有利になるようにやりたいんですよ、今の政権は。これは、警察官に聞いてみてください、みんなに。全員がそうなのって絶対言いますから 右派とか左派とかもうそういうことじゃなくて警察官全員共感してますよこれあの間違いなくこれにえそんなことないよバイデン政権になっても最高だよっていう人がいたらあのちょぜ,ぜ,ぜひ会ってみたいし私の人生の中で一人も警察官の中で一人もその人は一人も会ってませんからはいないんですそんなことはないんですはいということでまあ今日のお話はですねトランプのえっ、ー、と5回目4回目どれをかもうカウントしたらいいか分かんないんですけれどもね暗殺未遂ということで、えー、とまたね あのショットガンとハンドガンを持ったやつが逮捕されたということで、えっと、緊急でね一応動画を上げました。でもちろん怪我人は出てないですけどその話じゃないですからね。で <laughs> あのー、でもやっぱりこれだけ守られる人ってこの人やっぱり運がいいと思うんですよトランプってもう何回死にそうになってるんだろうっていう感じじゃないですかで本人はこの事件があった後ともいや自分は諦めない戦い続けるし絶対に負けないし絶対に怖がりもしないし自分は絶対このまま突き進むともしそこに死が待ってたとしても関係ないみたいなこと言ってるんですよねももうう自分はややりますすとそう国のために私たち市民のたたためめにに私ち市市民民少ししでが働き,やす働きやすく過ごし ややすすす、ね、すくくななるるるるるよよよよようううににに生き彼は動動いいててんんででで人身売買の子供たちが少しでも減だからやっぱり、まあ、あの遠くにいる方はね祈ることしかないし、まあ、私も含めてね近いようで遠いので祈ることしかできないですけれども、えー、とこれからもしかしたらねこれだけの幸運の持ち主ですから何かいいことがあったらいいなと、まあ、これからね選挙実際にね選挙が始まるのでその時にねどういった不正が入ってくるのかどういう邪魔が入ってくるのかもうカリフォルニアは法律というか。 ね、あ,のあの法案で決まったのは、えー、と投,せ投票する時選挙投票に行く時に、えー、と免許証を求めてはいけないと ID を求めてはいけないっていうふうになってるんですねつまり何をしたいかって言ったら、えー、とバ,バイデン・ハリスはいっぱいねわざわざ何億人も入れたボーダーから入ってきた人たちが自分たちに選挙を、ね、票を入れてくれるようにやっぱりやってるわけですよでかなり多くの州がもう ID を聞,かない聞いてはいけないみたいになってきていますだから本当 本当にどうなるかわかんない。 なんでかっっってて言ったら今トランプの方が全然有利になってますよでもそれは不法入国者の人たちの投票はカウントしてないですからね全く一つもでも実際はその人たちも投票し始めると思うんですよだから何があるか分かんない本当に最後まで何かあるか分かんないんですけれどもでもやっぱりこれだけの教運の持ち主がこれだけ守られてるっていうのは何か意味があるのかなと私本当に別にいつも言ってて宗教とか何もないですしあのはいあれなんですけど無宗教なんですけど もうやっぱりもう,もう神様はもういっぱいいっぱいなんじゃないかなとここまでね人間がめちゃくちゃにして世界をさミサイル投げまくってさ、ね、金儲けのためにねブス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 やりまくって <coughs>、ね、日本でもさオレップさんも始まってさトマトちゃんがねいっぱいあのコピー機のように増えていってさ大量にゴマが作られていってさっていうね ことにやっぱり神様もういっぱいいっぱいなんじゃないかなって命を大事にしろよと言ってるんじゃないかなって子供たちをこんな風に粗末に扱うなんて言ってるんじゃないかなって私は本当に思いますだからあのー、まあ根拠はないですけども私は奇跡を信じたいなと思っています、はい、じゃなかったらもうちょっとねさすがにアメリカで暮らしていくのはだいぶ厳しくなってきてはいるので。 ちょっとまた、まあ、家族会議が必要になるのかなという感じなんですけれどもね。もしダメだった場合は。まあでもとり,とりあえず今日のライブは以上です。そういうことで。えっ、ー、と、そんなことがありましたよというお話でした。あの、スパチャーをくださった方々ありがとうございます。全然あの、きちんとお礼ができてなくて申し訳ないです。きちんと見えてます。あの、見えていて、見てるんですけれども、きちんとお礼ができてなくて、本当に申し訳ありません。ちょっと今こっちの方で、もう5000人の方見てくださってもあますもんね。ありがとうございます。本当に。 あーとそれからなんか皆さんからネズミさんがイルさんの話してましたよってあのおっしゃってくださってて私も見ました拝見させていただきましたネズミさんの動画あの面白くていかつい旦那っていうのもちょっと笑っちゃったしあ面白いなと思いながら見させていただきましたありがとうございます。あの 私はあの別に Zoom でネズミさんと話をしたいのではなくってあの Zoom 画面閉じてあの私はネズミさんのままでいいので全然本人のね顔出しとかしなくてもいいしネズミさんのままでいいので私はそれでもあのあの一回コラボしてみたら面白いかなと思ったんですけれどもネズミさん。ネズミさん ネ、うん、ネズズミミさんコラボ、はい、ネズミねあの本人ではご本人じゃなくてネズミさんがそのままで面白そうだなとあのネズミさんが可愛いしいし多分ね彼は絶対顔出しをしたくない方だと思うのでそれは全然あのでも声変えてくださってもいいし、ね、あの全然大丈夫なんですけど。 いやすっごいあのあの病気ではないんじゃないかなと思うぐらいあのお話が上手な方なのであのすごいあのネズミというあの、ね、ネズミのキャラクターがすごく何て言うのかなあの才能があるなと思いますあのネズミを作り出したことに。うんはい、なのであの面白い動画を上げてくださってネズミさんありがとうございます。あのネ,ズミさんのネズミさんででいいいの本当かかったらいつかコラボを しましょうね。la にわざわざ来なくても大丈夫なんで、うん、面白いですよね。ほんとカップルチャンネルしないしね。めちゃくちゃ面白いなと思います。本当にね。すみさんはい、はい、ということで、あの皆さん、いつもええー、とサポートありがとうございます、えー。またライブをやりたいと思うので、これからもよろしくお願いします。多分、火曜日ぐらいかな。アメリカのにライブをやろうかなと思っています、えー。あと近日ちょっとね。動画を出したくて、あのハリケーンとかね。で今アメリカは大変なことになってるんですけれども、それをね。政府がどんな？ 市あのた多分日本には絶対行かないニュースだと思うので本当に今アメリカがもう真っ二つに割れているような感じで。 あの市民と政府でね大変なことになっているのでそういった状況をこうやってライブで話すんじゃなくってやっぱりその証拠を見せながらね市民の声を混ぜながら私全部訳してるのでそういう動画を今ね作っているのでね上がり次第あの出来次第すぐ上げますので、えー、と1日2日以内に、えー、と編集終わるように頑張りますということでえっ、ー、とあ16日に映画見に行きますありがとうございますサウ,ンドオフサウンドオブフリーダムも皆さんえっ、ー、とはい見てくださいね。 ということで、いつもありがとうございます。バイバーイ。